S2000 チューニングプロジェクト Vol.3 前回までは、排気系チューンということで、まず第1回目マフラーを、HKS の SSM スーパーサウンドマスターに付け替えて、テストの方を行い、第2回目ではさらに排気効率を高めていくために触媒とエキゾストマニホールの方を交換してテストを行ってきました。その結果約10馬力パワーアップすることができました。これまでのテストの中で、いろいろとデータの方を取ってきましたが、その中で、AF と点火時期の方もう少し詰める余地がありそうなので、今回はその辺を最適化するべくコンピューターチューニングの方を施していきたいと思います。そこで今回のコンピュータチューンに使用しますのは、こちらにあります HKS の F-CON iS。 HKS のコンピューターといえば金色の F-CON V プロがおなじみですが、 F-CON V プロは、それ単品で車を動かすことのできるフルコンピューターです。それに対して今回使用する F-CON iS は、ノーマルのコンピューターを生かしたサブコンピューターになります。F-CON iS のセッティングはこちらのパソコンを使用して行います。 F-CON iS とは、こちらの USB ケーブルを、介してつながっています。今回はこれらの機能の中から主に燃料補正機能、点火時期の補正機能、 NVCS 機能を使って VTEC のタイミングをコントロールしていくことによって S2000 のポテンシャルアップを図っていきたいと思います。F-CON iS による燃料点火時期のセッティングの方が徐々に煮詰まってきました。現段階ではですね、ピークパワーで約3馬力程度の差になっています。ただですね、こちら、セッティング前の状態ではピークパワーの発生回転数が約8300回転前後で、そこから9000回転まで若干こう下がり気味になってしまうというパワーカーブでしたが、セッティングして煮詰めてやることで9000回転までしっかり回るような仕様にすることができています。はい、ここからは、さらに燃料点火時期を詰めるとともに、VTEC の切り替えタイミングを変更して、テストしていこうと思います。この VTEC の切り替わった瞬間とか結構薄いんですよね、純正でも。ということで、F-CON iS でのセッティングの方が終了しました。今回、NA チューンでですね1馬力2馬力を上げるのがどれだけ大変かということを身をもって体感してきましたが、そんな中で最終的にはピークパワーで、エキゾーストチューンに対して約4馬力引き上げることができました。これはノーマルに対してエキゾーストチューンで約10馬力アップ、さらにコンピューターセッティングを施すことで約14馬力アップということになります。今回の F-CON iS のセッティングではですね、特に、8000回転以降の燃料と点火時期を中心に最適化を行っています。エキゾーストチューンやノーマルでは、だいたい8500回転以上で徐々にパワーがダウンしていくのに対してコンピューターセッティングを施した方では、しっかりと上まで伸びているのがよくわかると思います。このセッティングにより実装では8000回転以降のもうひと伸びをしっかりと味わうことができます。そして、今回は F-CON iS の NVCS 機能を使って VTEC の切り替えポイントの変更を行いました。純正はですね、約5800回転とそのあたりで VTEC の切り替えを行っていますが、今回は、5000回転、5500回転、6000回転と何パターンか試してみました。その結果ですね、最終的には、5500回転というところに落ち着いています。純正はですね、VTEC の切り替えポイントを体感として味わえるようにあえて5800回転というところに切り替えポイントを持ってきて演出を施しているのだと考えられます。そのため VTEC の切り替え前、特に5500回転から5800回転までの間で特にトルクの細さを感じてしまいます。こちらのパワーグラフを見ていただいても分かる通り、VTEC の切り替えポイントの前で谷になっているのがよく分かります。VTEC の切り替えポイントを変更することは S2000 チューニングでは定番になっていますが、切り替えポイントを5500回転に持ってくることで純正で感じていたトルク感のなさを払拭することができます。これは時間的にはわずかなものですが、実際こちらのパワーグラフで見ていただけるとエキゾーストチューンに対して約10馬力、ノーマル比では約20馬力アップを実現することができています。ということで、ここまでエキゾーストチューン、コンピューターチューニングを行ってまいりましたが、NA の状態で簡単にパワーを上げるというのは非常に難しいものでした。というのも、S2000 という車が、超高回転型のエンジンを搭載して、そこでピークパワーを絞り出すというように、エキゾーストマニホールドにしても、マフラーにしても非常によくできており、エンジンの方もかなり詰められたセッティングになっているからです。 S2000 という車はここまででも、十分楽しい車ですけれども、さらにパワーを上げていくことでより楽しい車になるのではないかということで、次回はいよいよ先行き中に進んでいきたいと思います。ご期待ください。